ケイリー・マケナニーは、アメリカ合衆国の政治家、作家、フォックスニュースの番組、ハックビーのプロデューサーとして、メディアキャリアをはじめ、後に、CNN の政治アナリストとして活躍した。2017年、共和党全国委員会の全国スポークスパーソンに、任命され、2020年4月7日に、ホワイトハウス報道官に任命された。 1988年4月18日、商業用屋根材会社の社長であるマイケル・マケナニーとリアン・マケナニーの娘として生まれた。フロリダ州タンパで生まれ育ち、幼い頃はタンパにあるカトリック予備校である生命アカデミーで教育を受けた。その後、ワシントン DC にあるジョージタウン大学外交部で国際政治学を専攻し、その間、 オックスフォード大学のセントイドマンドホールに留学した。その間、後の影の内閣の内相となるニック・トーマス・シモンズによって政治学を教わった。ジョージタウン大学を卒業した後、マイク・ハッカ・ビー賞でプロデューサーとして3年間過ごした。マケナニーはそこからマイアミ大学法学部に在籍し、その後ハーバード・ロースクールに転校した。マイアミ大学法学部では、 上位1%の学生にのみ贈られるブルース、ウィニック優秀賞を受賞した。2020年4月7日、ステファニー・グリシャムの公認として、トランプ戦隊本部広報担当のマケナニーが、ホワイトハウス報道官に就任した。就任後、2012年に、オバマの出生地陰謀論に関連した過去の人種差別的ツイートが問題となる。5月、トランプが主張する。 郵便投票の危険性の主張を擁護し、郵便投票は不正投票の傾向が高いと繰り返したが、マケナニー自身は10年間で11回郵送で投票していることが明らかになっている。7月6日、フォックスニュースで我がアメリカ社会は前進した。新型コロナ感染者の死亡率は全世界で最も低いと主張。19日には同じくックスで今度は、 トランプ大統領が同じ主張を繰り返したが、司会のクリス・ウォレスは誤情報であることを確認して指摘した。10月5日、ホワイトハウス内の新型コロナウイルス感染拡大のさなか、自身も検査で陽性となったことを発表した。2017年11月、プロ野球選手であるショーン・ギル・マーティンと結婚。2019年11月には、娘ブレイクが誕生した。 マシネーニー、カリー、カリームシネーニー。サンキューツーマインクレディブル GOP コリーグス。ツイッターより二千二十年五月十七日閲覧。ウィリアムソン、エリザベス、インカリーマシネーニー、トランプタップス、エープレスファイターフォーザコロナウイルスウェラ。ザ、ニューヨークタイムズ、https、www. ニータイムズ .com、二千二十零四二十七明日 ポリティックス、Politics, カリー・マシネーニー・トランプコロナウイルス、HTML2020 年5月17日、閲覧。フロム・クラスルーム・2ニュースルーム、ライジング2リットル、カリー・マシネーニー・アピアーズ、オン・ TV ・アズ・ゲスト・ポリティカル・コメンテーター。マイアミロースタッフ・リポート、2020年7月12日、閲覧。ケリー・マッケナ・ニー氏、4人目の報道官に、就任米政権。 マイアミロースタッフリポート2020年7月12日閲覧スタッフロイターグリシャムマイ大統領報道官が辞任会見一度も開かずロイター h t t p s f r ロイタ t e r c o m アーティクル USA トランププレスセクレタリーエジップ部2 1 p 3 8 9 2 0 2 0年10月16日閲覧ウニコラスニューホワイトハウス プレスセクレタリーカリーマシネーニーテイクスヒートフォーパスとコメンツオンオバマコロナウイルス USA o d デ y 2020年10月16日閲覧トランププレスセクレタリーカリーマシネーニーハズボーテッドバイメール11タイムズイン10イヤーズタンパペイタイムズ2020年10月16日閲覧米コロナ死亡率は欧州の17倍トランプ発言は 真っ赤な嘘。ニュースウィーク日本版。2020年10月16日へ閲覧。トランプ氏報道官もコロナ陽性米政権内の感染止まらず。www.afpbb.com。2020年10月16日へ閲覧。トランプ氏が退院20年前より調子がいいと回復アピール治療は継続。BBC ニュース。 2020年10月16日閲覧。フォーマーメッツピッチャーシーンギルマーティン・マリーズ、RNC、スポークスウーマン・カリー・マシネーニー。デイリーニュース。2020年7月12日閲覧。ありがとうございます。